撤退の可能性も出ている豊洲市場の観光施設について小池都知事が必要だと述べました。千客万来施設というのは豊洲の活気、そしてにぎわいを生み出すために必要な施設であるとの認識については変わっておりません。豊洲市場の敷地内に整備される予定の観光施設千客万来の運営会社は、小池知事が先月示した基本方針通りに築地市場の跡地が食のテーマパークとして再開発されれば運営が困難になり撤退も検討せざるを得ないとしています。会見で小池知事は、会社には計画通り展開してもらいたいとする一方で、再開発の具体的な中身については検討中だと述べました。